はい、というわけで皆さんこんにちは、佐々木キングでございます。今日はですね、こちら新大阪駅に来ております。なぜ新大阪駅に来てるのかって話なんですけれども、まあもう大体新大阪駅来たらもう要は一つじゃないですか。東京行かせていただきたいと思います。まあちょっとこのご時世ですから、まあ、しっかりとね感染対策は徹底した上で行かせていただきますんで、まあ、前はね弁当とか買って車内で食べてたりとかしてましたけど、ちょっと今回はそういうことは控えていこうかなと思っております。でですね、なんで東京に行くのか、まあ厳密に言うと東京ではなく千葉県の幕張に行かせていただきます。え、どういうことと、幕張に何か用があんのかいというふうに思われると思いますが、用がございます。今日はですね、2022年2月6日の日曜日なんですけれども、今日はこの幕張メッセにてワンダーフェスティバル2022冬というのが行われます。このイベントの方がですね、 NAB48 の梅山ここなちゃんが出演するとあるイベントというのがあるんですよ。一体どういうやつなのか、あのここなちゃんって今 YouTube の方で宮脇専務チャンネルっていうのが確かあると思うんです。あの海洋堂さんから YouTube チャンネルの方に出演してると思うんですが、今日はそちらの公開収録が千葉県幕張の幕張メッセにて行われると、まあ、それがワンダーフェスティバルの、まあ、言うたら一環として行われるということになります。というわけでね、今回はそちらに参戦させていただこうと思います。そうだからより一層感染対策をするんですよ。まあ、言うたらちょっと今ねまん延防止が出てますから、本当は行っちゃダメなんですが、まあもうしっかりとねここはもう対策を練って、まあここはやっていこうかなっていうふうに思っておりまして、そういう感じになります。というわけで今回の動画はですね、 NAB48 の梅山コーナーちゃんが出演いたしますワンダーフェスティバル2022冬の宮脇専務チャンネルの公開収録に参戦してきたという内容となります。まあちゃんと見れるかどうかっていうのが本当にまだ何もわからないので、ちょっとそこの怖さあるんですけど、まあ、とにかくね楽しんでいけたらいいなと思ってるんで、今回も、まあ、皆さんもね一緒に参戦した気持ちでご覧いただけると嬉しいかなと、そういうふうに思っております。それではそろそろねホームに向かおうと思います。はい、というわけで今回もどうぞよろしくお願いします。はい、というわけでね、新幹線乗り場のところやってまいりました。南口でございます。まあ大体ね私ここまで車で来させていただくっていうことが、まあ、多いんで、まあ、ここから新幹線乗ることが多いかなというふうに思います。さあ、それではこの南口から早速改札通してね入っていきたいと思います。それでは入りましょう。あのね、東海道新幹線、これご覧いただいたら分かる通りなんですけど、三河安城駅から京都駅間、雪の影響で速度を落として運転していまして、まあ、この後、そのまま見たら出てくるんですけど、40分ぐらいに遅れてるみたいです。まあ40分やったらなんとか許容範囲かなと思うんですがね、まあ、ちょっと不安やな。ほらほら、40分程度の遅れ、多分ね40分で来たんと思うんですよ。50分か1時間ぐらい遅れるんちゃうかなと思うんでね、ちょっとそこ不安ですが、まあ、とりあえず向かいましょうか。今回乗らせていただくのはこちら、のぞみ210号7時39分発の東京行きでございます。これで、終点東京まで乗車していきたいと思います。なんか電光掲示板変わってません？変わってんな。あー面白い、こんな変わることあるんですね。ということでこちら23番線のホームに向かいたいと思います。それでは上がっていきましょう。あ、来てますね、もう。お、S やん。いや、これは嬉しい。まあでも実を言うと、買う段階で S は知ってました。まああえてこれにしたっていうわけでもないんですけど、まあこれの方がいいかなというふうに思いましたんで、いや、ちょっと嬉しいですね。はい、というわけでこちらに乗っていきます。いやまあね、新幹線って、まあ、最近結構また乗らせていただく機会増えましたが、まあ、やっぱりね毎回毎回楽しいもんですよ。今回は5号車1番のいい席です。はい、1番いい席ということでね、まあ、そこから富士山とかも眺められますから楽しんでいきたいと思います。はい、それでは S 乗っていこう。こっからではなくてね、反対側から
乗っていきたいと思います。さあそれでは乗っていきましょう。新横浜 and Shinagawa Station, except in the designated smoking rooms located in cars 3, 7, and 15. The smoking room in Thank you.
まもなく名古屋です。東海道線、中央線、関西線と名鉄線、近鉄線、青波線、地下鉄線がお乗り換えです。
京浜東北線、東北高崎常磐線、総北線、京葉線、東北上越北陸新幹線と地下鉄線がお乗り換えです。降りの時は足元にご注意ください。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。しました。まあね、このビル群ですか、まあ、これ見たら東京駅で分かると思います。というわけでこの出口からですね行きたいと思います。次何乗るかっていうと京葉線です。京葉線で幕張まで行くんです。それでは、ね、乗り換えていきたいと思います。はい、こちらで京葉線ホームの方へと向かいます。こちらね、舞浜東京ディズニーリゾートとか、そして、まあ、幕張もそうなんですけど、そちらに行ける路線です。じゃあ行きましょう。これですね、これね結構使う機会多くて、まあ、幕張メッセ行く機会も、まあ、昔よくあったっていうのもあるんですけど、私ディズニーも好きなんで、まあ、言ってこの路線なかなかのヘビーユーザーでございます。はい、エスカレーターを、ね、降りてですね、この次どれに乗るのかってことなんですけど、乗るというかね、どうやって歩くのか、これ動く歩道が3つほどねあります。これがね結構ありがたくて、普通にね歩くよりやっぱスピード速くなるじゃないですか。本当にねすんごいありがたいなって毎回思います。まああとね、ここ来ちゃうと、まあ、ディズニーとかね幕張に向かうんだなっていう、そういう高揚感もね出てくるかなと、そういう風に感じております。はい、これで2つ目よいしょ。実は言うと先月じゃないわ、昨年のね12月ディズニーに実は行かせていただいたんで、まあ、その時もここ通ってるんですけどね、何回通ってもここはいらん、すごいね気持ちを高めてくれる、そんな感じでございまして、この動く歩道で高揚感を高めることができます。さあ、あともうちょっとですね。いや、まあ結構ねこれ長いんで、初めてここ来られた方はもう結構これ遠いなって思われるかもしれませんが、まあ、僕はもう慣れたもんですね、慣れたもんとか言うときながら行き上がってるんですけど、まあ、これはただただ体力がないわけです。ご了承ください。さあ、3つ目渡り切ってね、はい、これででもまだ到着じゃなくて、3回ぐらいかな、エスカレーター降りて到着です。結構だから遠いでしょう、そう考えるとね。お、ディズニーです。ディズニーも好きなんでね、また近々行きたいし、この間行ったやつも実は動画にしてるんでね、いつか乗せることができればいいなって、そういうふうに思っております。あともうちょっとですから出しといてね、実はもうちょっと語るっていうのがなんかちょっと面白いなって思うんですけれども、京王線です。いや楽しみ楽しみ。これよ、これディズニーストアみたいなのができててね、ちょっと気になってるんで、いつか行きたいと思います。じゃあ京王線、あともうちょっとなんですけどね、まだ降ります。じゃあ行きますよ。もう楽しみやわ、マジで楽しみや。あのね、この4番線のこのね快速に乗ろうかなと思ったんですけど、私を
これ海浜幕張止まるじゃないですか。ほらほらほら、ほら止まるでしょ。だからね、これ私を乗ろうかな。でちょっと一番ホーム行ってみます。これですね、自由席に乗って多分大丈夫だと思うんで乗ってみましょうかね。はい、多分ね、車両の中でなんかあの切符みたいな、なんかいわゆる特急券的な買えば多分乗れるんで乗ってみたいと思います。よし、頑張ります。5号車自由席ですね。じゃあここ乗っていこうか。じゃあ、せっかくなんで一番そうですよ。よし、じゃあ乗っていきます。初めて乗るかというと、実は乗ったことないんですよ。じゃあ行きます。11時23分 3 and 4
ました。海浜幕張。海浜幕張。はい。海浜幕張に着きました。ご乗車ありがとうございます。快適でしょこれ。最高でしたね。はい、ということでちょっとこの私を見送ってですね、すぐにあの場所を向かいます。はい、こちらね、若潮号でございます。はい。ドア閉まりました。千葉のね、房総半島の、ところに行きます。これは片瀬一宮行きでございます。今出発。いやね、これもたまに海浜幕張止まるんですね。昼間は確かあんまり止まらんのちゃうかなということなんで、皆さんぜひともね、時間が合えば、これ乗って海浜幕張まで若干プチ贅沢してみてもいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで出口に向かっていきましょう。あ、ルーナちゃんですね。いつもこれ言ってますけれども、いや、めちゃくちゃありがたいですね、本当に。めちゃくちゃ感謝ですわ、ほんま。何回ね、言うねんって話なんですけどね。本当にね、11時ちょうどで出発して、まあ、30分も止まってませんから、本当、なかなかすごいなと思います。これだけ早くね、そして快適に移動することができるということなんで、これはおすすめかなと思います。さあ、それでは久々やな、ほんま久々、めっちゃ久々。もうね、胸の高まり、もう今足にすごいんですけれども、うわ、幕張の改札ですよこれ、すげえ。ではでは、あっちの左側の改札出ていきたいと思います。はい、というわけで南口ですね、こっちから行きます。こっちがね、幕張メッセとかドドマリンスタジアム、千葉ロッテマリーンズの本拠地ですね、がある方面でございます。いや、めっちゃ疲れた。よいしょ、階段はしっかり降りてます。よっしゃ、来た幕張メッセ、これはこれはテンション上がるな。ありましたね、ポスター、これです。ワンダーフェスティバル2022ウィンター、はい、これに出演するということになりますんで、向かっていきましょうか。じゃあ行きましょう。千葉ロッテのね、こういうなんというかモニュメントというかな、そういうのもあります。いいですね。というわけでね、エスカレーター上がって、上から行こうかなと思います。はい、あれが海浜幕張駅ですね。そう、さっき降りた駅です。まあこれね、快速でまあ来てもだいたい30分ぐらいで来れるんで、言うたら特急乗っても時間めっちゃ変わるわけじゃないんですけども、まあでもね、やっぱりあの快適性にはね、かなわないし、だいたい満員電車とどっち選ぶって話ですから、もうやっぱ快適性もね、そこはちょっと今回の場合は重視させていただいたかなと思います。いや、待って、久々この感じ、この雰囲気ね、最高ですやん。ささ最高ですやん、ほんまね。はい、というわけで行きますよ、幕張メッセ。ほんまに楽しみ、めっちゃ楽しみですね。これどっから入場するんやろ、まあ、ちょっとそこ不安なんですけど、とりあえず向かいたいと思います。はい、幕張メッセ左ということでね、こっちに行きましょうか。いやー、もうね、さっきから同じこと何遍も言ってますけれども、選手はね、ほんとアゲーでございます。いやー、この幕張のね、この雰囲気、ちょっとね、海近いんで、そのね、ちょうどいい風の強さとかはね、本当に僕は大好きなんですよね。この木ね、リゾート地とかでよく見かけますよね。これもうリゾートにしか生えてない木って僕は思ってるんですけど、すごいな。まあ言うとここもリゾート地になるのかな、まあ、ちょっと何とも言えませんけれども、いやいや、ほんまになかなかね、リゾート時間出して好きだなと思いますけど、すごいな。めっちゃ風強いわ、濡れてるわ。うお、見えてきたよ。いや、もうこれ見たらもう幕張やって感じですね。うわ、ついに来たわ。はい、来ました、幕張メッセね、ここにやってまいりましたけれども、あのね、握手会とか結構行われたのはこの90、11かなと思います。でもイベントホールはライブとかがよく行われるところ、確か8周年ライブかな、 NMB がここでやったと
思います。で、展示ホールがこんな感じで 1,2,3,4,5,6,7,8 までがこっち側にあると、そういうことになっております。でこれがね、日に当たってちょうど分かりにくいんですけれども、ワンダーフェスティバルの広告でございました。では行くか。いやいや、久々、ほんまに久々。いやね、めちゃくちゃ楽しみでございますけれども、いやあのね、僕ね、そのライブのフォードあるじゃないですか、あそこにも実は行かせていただいたことがありまして、本当にね、マカリメッセって、僕の趣味にとって本当に、欠かせない場所となっております。これだ、マカリメッセへようこそということで、うわ来た、めっちゃ楽しみですね。はい、それではあのね、赤い屋根、あれ特徴的ですけど、あそこまで歩いていきたいと思います。はい、来ましたね。あのね、この左の言うたら象徴になってる、これもそうなんですけど、ここにね、ワンダーフェスティバル2022冬の広告、みたいなものがありました。いや、これはもう来たの完全に実感してるわけでございますけれども、嬉しいですね。はい、ということで、まあ、ちょうどね、記念撮影等々して、あっちの方へと向かっていきたいと思います。いや楽しみだ。はい、というわけでね、正面のとこ来ました。いや、これいい感じで、これこそまさに雲一つない青空でございます。いや、すごいわこれ。はい、というわけでね、あの本当はこれ上行きたいんですが、初回入場はこっち、あのこっち側にそのまま行くみたいなんで、とりあえず初回入場の入り口に行きたいと思います。楽しみですね。では行きましょう。これがライブとかをね、行うイベントホールって言ったりかな、でございます。これね、何回入ったかな、1回だけ。僕、まあ、ちなみにその1回は NMB ではないんですけど、はい、そうなんですね、1回来させていただきました。こうね、この横をまっすぐ歩けということなんですけども、結構歩かせますね。はい、そういう印象があります。はい、まあとりあえずまっすぐ行こうか。ここの勝負はエグい、こんなんあるんですけど、これエグい、風強い、入り口っぽい、人並んでんじゃん、これちょっと嫌やな。12時15分なんだね。そう、そうなんです、12時15分に始まりますから、それに間に合わなあかんので、これ大丈夫かな、まあ、とりあえず行きましょうか。すげえ、当日券の人の数すごいわ、映せないですけど分かるでしょ、すんげえ人。それとちょっとね、紛れてる感じにはなっちゃうんですが、とりあえずね、向こうのテント、あそこに行けばいいみたいなんで、とりあえず行ってみたいと思います。はい、というわけで検温と消毒抜けてきました。まあ無事ね、入場できるということですが、いやー、まあさっきからね、同じことしか言ってませんけれども、楽しみですね、もう脳がね、破壊されてるのかなって感じなんですが、というわけで、あとはこれ手荷物チェックとかなんかちょっとわかんないですけども、とりあえず抜けていきましょうか。いや楽しいです。ではでは、多分もう行ってきますになるのかな、わからないけど、段取りわかんないでね、あれなんですが、とりあえず行ってきます。はい、というわけでイベントまで出てきました。いやー、なかなか面白い時間だったんじゃないかと思います。一言で言わせていただくと、すごく楽しかったというところでしょうか。まあちゃんとした感想はホテルの部屋の中でね、
言いたいと思います。わざわざね、これのために幕張来たんかいということもね言われるかもしれませんが、まあここのやつは最後ですから、やっぱね見るべきだろうというふうに思いました。はい、というわけでね、いつもやったらお家に帰ってきましたっていう風に言うんですけれども、まあ今回はお家ではなくてですね、幕張メッセの近くのねホテルでございまして、しかもねもう朝になってしまいました。まあまあちょっと本当に昨日いろいろありましたから、ちょっとね撮影する暇がなく、今朝になってしまいました。まあ今朝というかね、翌朝かなになってしまいましたけれども、こちらではねちょっと感想語っていきたいと思いますが、まあそうですね、まあとにかくその、ココナちゃんのですねやっぱ動く姿っていうのを見れる回数というのはもう数限られてるじゃないですか。だからもう本当に、貴重な、機会だったなって思いました。まああのステージ上でねあの MC をまあなんとか回してるココナちゃんのまあちょっとねあのめちゃくちゃ器用ってわけではないですが、本当不器用なりに、頑張ってる姿はね本当に、愛くるしいものがあったんじゃないかなというふうに思いました。でまあね出演者の項目っていうのがパンフレットにも一応ありまして、確かこれですよね。はい、こんな感じでねいただいたパンフレットの、後ろの方ですかねにもね、この今回のワンフェスの出演者一覧みたいなのがありまして、でまあここにねココナちゃんが出演した専務と、遊ぼうの公開収録っていうのもまあ書いてあったと。これあれですよね、ここに書いてある出演者以外の方もお越しになられてましたね。あのね お越しになられた方ならわかると思うんですけど、あのスマイルのウーイエ吉高さんとか、あの辺りも来てまして、ちょっとあなかなかなサプライズだなっていうふうに僕個人としては感じました。ということでね、ここからは、まあ、さっきも感想言いましたけど、その12時15分からのステージでね、まあ、行われたやつは、まあ、私にさせていただきまして、本当にね、楽しかったと言いますか、あなんか普段のね宮崎専務チャンネルが、こんな感じで収録をされてるんだなっていう風なものを見ることができたかなと、まあちょっとだけ雰囲気感じ取ることができたかなと思ったんで、本当楽しかったです。そしてねあの私その後ですね、まあ、あの幕張メッセの中に残っていたのかどうかなんですが、もうね皆さんもご覧いただいたら分かる通りなんですけど、もうだってホテル行きますって言ってで朝なりましたっていうことは、あそこで私幕張メッセを後にしたんですね。めっちゃ後悔しておりまして、まあ後悔したっていうか、もう僕自身もね関東済みだったらしなかったことをしたんですよ。私関西からねちょっとまあこのご時世ではありますが遠征させていただいて、でまあいろいろとしようと、まあ、せっかく関東に来たんだから一日でいろいろなことできたらいいなと思いまして、実を言うともう一つ YouTube の撮影っていうのをしてきました。まあ、ぜひともね後日公開される動画で、まあ、そこで千葉県って言ってると思いますから、まあ、ぜひともそこはあそれの撮影をしに行ったんだなっていう風にご覧いただけると嬉しいんですけれども、その撮影をねしに行ってる間にココナちゃんがどうやらさっきね写真見せてたと思うんですけど、あのねフィギュアの写真を私撮らせていただきました。あれは本当に貴重だなと思いましてね、本物だとね、YouTube チャンネルで、見ることができた、あの試作品の本物じゃないかということで、かなりテンションが上がったんですけれどもね、あそこの近くに登場なさったみたいで、でね、ファンの皆さんはカメラを回して写真撮ったりだとか、なんなら動画も回したりだとか知ってらっしゃって、マジかと。ちょっともう本当一生の後悔ですねこれは。もうちょっと残っとけばよかったなと。まあねもうそっちの撮影もしに行きましたから、まあぜひともそっちも見ていただきたいんですけどね、そっちの撮影まあ別に
したくなかったわけではなかったんですよ。めちゃくちゃねしたかったんであれだったんですが、うわマジかと思って、もう本当残念残念でしたね。まさかのねやらかしをしてしまいました。まあでもね、僕ねなんでいかんかったかってちゃんと一応理由もあるんですよ。あのなんかそのねステージのところで、まあコウナちゃんが実はところどころ回っていくっていうのは僕は知ってました。正直言ってたんでね、おっしゃってたんで、あの宮脇専務さんかがねおっしゃってたんでね、知ってたんですけど、まあどうもあんまりちゃんと触れることはできないというか、まあもちろんね触るとかそんなのはする気ないですよ僕。そんなんじゃなくて、やっぱりあんまりね近い距離感では無理だっていう風な判断を僕はしたんですよ。まあ、なんかおっしゃってた感じがあんまりたかるなよ的な感じだったと思うんで、ちょっと僕はっきり覚えてませんけどね、うん、だったんですけど、まあ、だからちょっと考えてみると、うん、まあそうだな、あんまりファンとして、まあ、僕は、そういうね接触といいますか、まあ、別に触るとかではなくてちゃんと距離感を取った上でね、皆さんも撮影とかはなさってたんでしょうけれども、そういうことはあまりよろしくないんじゃないかなって僕としては判断したんですよ。だからまあそういうことになりました。はい、まあだから正直ね後悔してるんですけれども、まあ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 、その一ファンとしては、まあもちろんね、コウナちゃんと、ね、そうやってなんなら話せてる方もいらっしゃったんで、すんごい羨ましい話なんですが、まあ私としてはそういう、まああんまりよろしくない行動なのかなっていう風な、勝手な解釈して、行かないという選択にしたんですけど、まあ後悔もしてますが、まあ一ファンとしては別に間違った選択ではなかったんじゃないかなっていうところは思っております。まあでもね、その撮影した方々が悪いというわけではなく、もちろん本当にね、素晴らしい神イベントだったと思いますから、皆さんも撮影をねするべきだと思いますし、そこにいなかった僕はね大きな後悔はしてますけれども、まあまあまあ判断として、うん、正直ねああいう、言われ方されたので、まあそれを真に受けた僕も悪いんですがね、まあそういう風になったので、まあ僕としては判断間違ってないかなとは思ってますがね、まあまあ仕方ない、うん、これはもうどうしようもないですね。はい、ということでございました。はい、こんな感じでね、ココナちゃんの、イベントワンフェスのお話をしていきましたが、ここからエンディングでございます。いや本当にね、僕としてもすごく楽しいイベントでございまして、まあなかなか幕張メッセに、行く機会っていうのもなかったですから、本当にね心の底から嬉しく思いました。またこうやってねイベントがどん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 再開されていってほしいところでございますし、まあね今度はねお話し会、握手会とか、まあ、直接会ってできるお話し会、本当この幕張メッセでもまたね行けたらいいななんて思います。まあ本当そういう気持ちです。まあね、こういうイベントが開催されて本当に良かったなと思いましたし、コウナちゃんをね遠目からで見ることができて本当に良かったなと、そういう風に思いました。本当に楽しかったです。はい、というわけで今回の動画はこの辺りで締めくくりとさせていただきたいという風にでございます。はい、というわけで今回の動画はですね NMB48 の梅山ココナちゃんですね、梅山ココナちゃんが出演いたしましたワンダーフェスティバル2022冬、通称ワンフェスの方に私初めて行かせていただきましたよと、そういう動画でございました。いや本当にね、楽しかったです。もうさっきも言いましたけれども、神イベントは逃しましたが、まあ、それでもね、まあ、それなりの距離から、コウナちゃんを見ることができたので良かったなと思います。うん、まあ、あとは、残す限り本当に少ないね、機会になるんですけれども、まあ、残り少ない時間も全力で応援したいと、そういうふうに思いました。本当に楽しかったです。ありがとうございました。はい、というわけで今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回も楽しんでいきましょう。ありがとうございました。